はいどうも、虎山です。いやーね、非常に悔しい展開でしたね。まさかのね、9回の表に逆転されるっていうね。はい、ということで4対2でね、 DeNA に負けてしまいました。4連勝とね、波に乗っていただけにね、痛い敗戦だったんですけど、これまで抑えてくれてたスアレス投手、昨年奮闘してくれていた藤川球児投手、この2人がね、まあ打たれたということで、はい、そういう日もあるよなっていうね、はい、感じですね。それでは試合の方を振り返っていきましょう。とまずは2回の裏、と2回の裏にまず先頭の大山選手が、ツーベースヒットで出塁して、続くボア選手が美しい放物線を描いて、左中間に先制ツーランホームランを放ちました。この前のね、巨人戦に続いて、ホームランを放ってくれました。はい、しかもまたね、左投手からということで、ボア選手がね、今シーズン放った4本のホームランのうち3本が左投手からということで、まあね、苦手されていた左投手なんですけど、どうなんですかね、まあ、ホームランだけで見たら、はい、左投手から打ってるんで、左投手の方も侮れなくなるんじゃないかなって、はい、思いました。ボア選手のツーランホームランで、ね、2点を先制した、阪神。そして投げてはね、西投手が要所を締めるピッチングでね、見事6回無失点7奪三振というピッチングで、はい、もう最高ですね。まあ、ピンチはね、あったんですけど、しっかりね、無失点に切り抜けれるという、まさにエースのピッチングということで、まあ、阪神打線はね、そのツーランホームラン以降、何度かチャンスを作るんですけど、まあ、いずれも無得点ということで、まあ、なかなか追加点が、奪えない中、試合の流れというのがね、まあ、五分五分になってきて、8回の表、スアレス投手が先頭のソト選手をフォアボールで出すと、その後ね、連打を浴びてノーアウト満塁となって宮崎選手を迎えて、結果的にはね、内野ゴロで、まあ、打ち取って、1点返されます。その後のピンチはね、スアレス投手は無事切り抜けましただったんですけど、まあ、やっぱりね、1点返したということで、流れは DeNA の方にありましたね。9回の表に、先頭の梶谷選手を藤川球児投手がフォアボールで出すと、続く桑原選手がセンター前ヒット、でこのセンター前ヒットでね、センターに思っていた上田海選手が、まさかの後逸ということで、その間にね、梶谷選手が俊足を飛ばして一気にホームまで帰ってくるという、はい、いやーもう悲劇でしたね。いやあれはね、ちょっとセンター前ヒット、はい、そんなにね、別にバウンドがとかそういうことはなかったんで、あれをなんで後逸してしまったんだろうというね、はい、上田海選手、まあ、本職ではないんですけど、センターがそんなこと関わらないような、はい、打球ではあったんで、はい、はい、やっぱあの後逸はね、非常に痛かったですね。そしてまあ続くソト選手に決勝のツーランホームランを、打たれて、まあ、結果的に4対2でね、阪神は負けてしまいました。まあ、ここ最近ね、藤川球児投手が、失点するケースっていうのは結構増えてきてはいるんですけど、まあそうですね、ちょっと例年春先はあまり調子が良くないんですけど、まあ、それにしてもね、はい、ちょっと打たれているんで、まあ今後もね、こういう展開が続くのであるあれば、はい、スアレス投手を抑えに持ってくるというね、配置転換をちょっと考えないといけないのかなって、はい、思いました。正直ね、今日の試合は、まあ、ちょっと9回のね、表に DeNA に流れがあったとはいえ、勝てる試合、勝ちきれる試合ではあったと思うんで、まあ、やっぱりね、阪神打線、まあ、最近調子良かったんですけど、打撃力はね、そんなに高くないんで、まあ、こういう、ね、1点差、2点差というゲームをどれだけものにできるかっていうのが、まあ、優勝なり、A クラスに入るなり、深く関わってくると思うんで、ちょっとね、配置転換をしないといけないのかなと。はい、ちょっと思ってしまいました。そして9回の裏もね、チャンスを作ったんですけど、結果的にワンアウト一塁二塁から、近本選手と糸原選手が凡退して、はい、試合終了となったんですけど、まあそうですね、好調のね、梅野選手がせっかく先頭バッターで出てくれたんで、そうですね、もったいないですね。まあ、代打で出てくれたね、陽川選手がヒットを打ってくれて、こういったね、控えの選手が代打で結果を残すと、チームにね、いい影響、まあ、その選手同士の刺激であったりとか、非常にね、チームが、波に乗っていくと思うんで、この9回のね、裏の反撃しっかりしていきたかったところですね。まあ、たとえ負けたとしても、1点返して負けたのと、
点をね返すことができずに負けたのとでは後々違ってくるのかなと、はい、思いました。今日の試合はね、はい、もうしょうがない、まあ、すごいね、はい、悔しい負け方ではあったんですけど、まあ、もう切り替えてね、明日勝ってカード勝ち越しをね決めてほしいです。それでは今回はこの辺で終了したいと思います。この動画を見てくれた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。僕は